賢に御踏み立て祭り玉えれど、ご老人も入れず、にわかに浅ましかりしありさま、目覚ましゅうも恥ずかしゅうもおぼすに心づきなくて、見やすどころの森聞きたまわんこともいと恥ずかしゅう、またかかることやとかけて知りたまわざらんに、ただならぬ不信っても見つけたまい、人の物言い隠れなきよなれば、おのずから聞き合わせて、隔てけるとおぼさんがいと苦しければ、人々ありしままに聞こえ漏らさんと、漏らさん、牛とおぼすとも、いかがわせんとおぼす。親子の大仲と聞こえる中にも、つゆ隔てず、思い交わしたまえる。よその人は、森聞けども、親に隠す類こそは、昔の物語にもあれど、さ、はたおぼされず、人々は、何かは、ほのかに聞きたまいて、今年もありがわに、とかくおぼし乱れん、まだきに心苦し、など言い合わせて、いかならんと思うどち、この恩賞底のゆかしきを、引きも開けさせたまわねば、心もとなくて、なお、無下に聞こえさせたまわざらんも、おぼつかなく、若々しきようにぞ、はべらん。など、聞こえて広げたれば、怪しゅう何心もなきさまにて、人にかばかりにても見ゆるあわつけさの、自らの過ちに思いなせど、思いやりなかりし、浅ましさも慰めがたくなん。え、みずとを言え、と、ことのほかにて、よりふさせたまいぬ。猿は、肉毛もなく、意と心不幸かいたもうて。魂を連れなき袖にとどめおきて、我が心から惑わるかな。魂を連れなき袖にとどめおきて、我が心から惑わるかな。他なるものはとか、昔も類やりきりと、思たまえなすにも、さらに行く方知らずのいなん、など意図をおおかめれど、人は、え、魔法にも見ず、例の景色なる今朝の恩踏みにもあらざめる、あらざめれど、なお、え、思いはるけず、人々は恩景色も愛おしきを、嘆かしゅ、見立て祭りつつ、いかなる恩ことにかはあらん。何事につけても、ありがとう哀れなる恩心ざまは、ほどへぬれど、かかる方に頼み聞こえては、身を取りやしたまわんと思うも危うく。など、むつまじゅうさぶらう限りは、おのがどち思い乱る。見やすどころも、かけて知りたまわず。まあ、そんなふうにして後、宮の方へ御文を差し上げなさるけれども、宮はご覧にもなさらない、ご覧なさることもない、目もおやりにならないというふうな感じですね。つまりこういう時、その夕べはお二人の間に実事があったかどうかということが、まあ、大事な要のことになるわけですけれども、実事は、読んできたように全くなかったわけですけれども、しかし非常に、まあ、際どいところまで、夕霧が迫ったわけですね。周りのもの
あるいはその人づてなんかで、聞いた者たちにとっては実人があったように、言いふらしたって、決して不自然でないようなそういうことがあったわけで、でこんなふうな形でその男女があった後というものは必ずまず帰ってきてから男の方から絹絹の文を送る、また向こうからもそれに返すというふうなことがあるのが普通であるわけです。で、しかし二宮の方ではとてもそんな気持ちになれなかったわけだし、それから夕霧の方は、まあ言ってみれば光源氏なんかのあれと比べるとじれったいほどまどろっこしい男でありまして、ついにこう押し切って押し立って術師に及ぶというふうなことはなかったわけ。しかし気分の上では当然男の方から絹絹の頼りを届けるべきと場面ですね。で夕霧の方から宮の方へ絹絹の文に類するようなお手紙を差し上げなすったけれども、宮の方ではご覧にもなさらない、目にも乙女に なろうとしない、やはり気ぐらいの高い、当時の貴族社会の女性ですから、一個も与えない態度を貫いているわけですね。ご老人も入れず、目にも乙女にならない。にわかに浅ましかりしありさま、あの夕べの男が唐突で呆れ果てた態度、男の取ったあの唐突でぶしつけたであったあの様子、目覚ましゅうも恥ずかしゅうもおぼすに心づきなくて、宮の心では心外にも恥ずかしいことにもお思いになるにつけて全く心に沿わなくって、あるいは気に入らなくって、またそんなことを母の宮住んどころが森聞きたまわんこともいと恥ずかしゅう、人づてに伝わっていってお気になるであろうことを考えるととっても恥ずかしい思いがして、またかかることやとかけて知りたまわざらんに、またこんなことがあったろうとはよもやご存知はあるまいに、ただならぬ節にても見つけたまい、
そういう思いっていうのはどうしたって、表に自分自身の態度にも現れることだから、だから自分の様子の上でただならぬ不死にても見つけたまい、日常と変わったただごとでないような感じで感じにお気づきになって、人のものに隠れなきようなれば、人の評判、こういうことに関する人の評判というものはとても隠すことのできない世の中だからして、他からもそういうことについての話、噂を自然にお聞き合わせになって、でやっぱりと見やすんところが思い当たられて、隔てけるとお坊さんがいと苦しければ、母親の自分に分け隔てをした、他人の方がそのことを知っていて、親である自分にも知らさなかったというふうにお思いになるのが大層苦しいからして、人々ありしままに聞こえ漏らさんなん、うしとおぼすともいかがわせんとおぼす、いっそのことをなんか遠回しに真相を知らない者の噂なんかが皆さんの頃の耳に入っていくよりも、人々のありしままに聞こえ漏らさんなん、自分のそばについている女房たち、真相を知っているはずの女房たちが、ゆうべのあった通りのことを漏らさなん、願望の言い方ですね、漏らしてくれればいい、それをお聞きになったら見やすんところも、それは牛ともちろん、いいことだなんて思いになるわけはないわけで、嫌なことだと思いになろうとも、しかし真相をお聞きになってそう思いになるだから、つまり実際には男女の関係には至らなかった、そのことを実際を知っている女房たちが あったままに申し上げお聞かせしてくれればいい、漏らさなん、漏らしてくれればいい、お聞きになってそれは嫌なことだとお思いになろうとも、それは仕方がない、とにかく事実が事実として伝わってほしいとお思いになる、あそこまで行って実事がないというふうなことはちょっとね、普通考えられないことなんですよね。しかし自分のことをいつでも身近に心配していってくださる、そして今病に悩んでいられる見やすんどころ、気持ちを少しでも安らかにするためにも、真相を知っている女房たちが漏らしてくれればいい、
そんなふうに宮はお思いになっていらっしゃる。親子の大仲と聞こえる中にも露隔てずぞ思い交わしたまえる。親子の間柄と申し上げるその中でも、とりわけてこのお二人は格別に、わずかなことも隔てなく思い交わしていらっしゃる、お互いに思い交わしていらっしゃる間柄である。よそ人は無理聞けども、親に隠す類いこそは昔の物語にもあめれど、他人はこういう時の肘を隠ししておかなければならないこと、こういう折の肘を興味深く伝え聞くけれども、そしてまた、そういうことを親に、実の親にすら、こういう親っていうのは特に女親ですね、昔からそうで、万葉集なんかにも忠常の母が呼ぶ名を魔王様ど、道行く人を誰と知りてかというふうな歌がありますけれども、娘の名前、娘の本当の大事な名前というのは、外へ簡単に昔は古代は漏らさなかったもの。万葉集のこの歌なんかは、そういう昔の普通の生活の中の心の掟みたいなものを歌ってるわけですね。忠常の母の呼ぶ名、母親が私を呼ぶ名前、それは外へは漏らさなかったその名前、それを「こんなに私に心を寄せてくださるあなたに申し上げようとは思うけれども、でもまだ私はあなたを十分知っているわけではありませんわ。道行く人を誰と知りてか、ほんの道の行きずりに私に言い寄ったそのあなたの素性が私には分かっているわけじゃありませんわ。だから不用意に母親が私を呼ぶ大事な名前をあなたに告げたりはいたしませんわ」という歌ですけれども、こういう気分は平安町なんかにも、貴族生活の中に万葉集の習慣、村の習慣というふうなものとは違った形で、でもとにかく気分としてはあるわけですね。しかしまた伊勢物語なんかにもそういう話が出てきますけれども、親にも男との肘は言わないで隠している、そういうことは昔の物語にもあるようだけれども、しかしこの二宮はそういうことはさはたおぼされず、今度の夕霧との間の事柄に関して、親に隠そうと思うようなお気持ちはふっつりとも
お考えにならない。人々は何かはほのかに引きたまいて、今年も有川にとかくおぼし乱れん、まだきに心苦し。見やすどころが、まだお二人の間に何事もないのに、実事はまだ全然、起こっていないのに、ほのかに人づてにお聞きになって、見やすどころが人づてに伝え聞きにお聞きになって、いかにもことがあったいうふうな面持ちで、そのことについてあれこれと思い悩まれることがあるだろう。とかくおぼし乱れん、まだきに心苦し。早々と、そんなことがあったら早々と心配をおかけ申すのは、なんとも心苦しいことだ。など言い合わせて、いかならんと思うどち、この恩消息のゆかしきを引きも開けさせたままねば心もとなくて。で、こういう時、その宮の周辺にいる女房たち、宮が心許して使っていられる女房たちも一緒にこう心配するわけですね。など言い合わせてと言ってるのは、その女房たちです。そして、またああいう唐突な振る舞いに及んだ夕霧に対しても、自分の仕えている女君が夫を失って心細い状態でいらっしゃる。金がね、夕霧がそこへこう何かにつけて親切に訪れてきてはお世話したりしている。気持ちのほどはもう女房たちよく分かってるわけで、ご主人の宮様がこれから独り立ちして、いろんな不自由を耐えていらっしゃるよりは、頼みになる男が通ってきてくれた方が、ずっと自分たちも気持ちも華やぐし、自分たちの生活も潤うわけですね。ですから、できたらその夕霧との間がうまくいけば、結構なことなのに、というふうな気持ちを持っている女房たちの方が、ずっと多いわけで、またそれは自然なんですね。しかし、ゆうべそんなことが決着がついたということでは全くないことをもうよく分かってる。そんなことを飲み込んだ上で、いろいろ女房たちも考えるわけです。で、そんなことを言い合わせて、いかならんと思うどち、一体、夕霧様と宮様との間がどんなふうにこれからなっていくのかしらと、一言ならず案じている女房たち、その夕霧のところから届いた絹絹の文、どんなふうに書いていらっしゃるのか拝見したいものだ、というふうな
気持ちでいるわけですが、それが引きも開けさせてまわねば、ふっつりともその文を開こうと遊ばさないからして、でもどかしくって、なお無限に聞こえさせたもざらんも、おぼつかなく若々しきようにぞはべらん、助言をするわけですね。やっぱりこういうお踏み、むやみに、お返事を申し上げなさらないというのも、こういう場合不適切で、若々しきようにぞっていうのは、こういう、まあ、恋の雰囲気を心得ていない、大人げないように感じられますから、大人げないような振る舞いでございますからして、などと聞こえて広げたまえ、広げたれば、そう宮に申し上げて、そしてまあ女房たちが無理に進めてその文を広げというと、怪しゅう何心もなき様にて、人にかばかりにて見える慌つけさの、自らの過ちに思いなせど、思いやりなかりし浅ましさも慰めがたくなん、え、見ずと言え、なんとも納得いたしかねます様子、あなた様のいかにも心ないご様子でございまして、いかにも心ない押し打ちでございまして、そういう方にかばかりにても見うる慌つけさ、あの程度でもお会い申しました私の心の至らなさ、私の心の浅さ、私の心の思いの至らなさ、それは自らの過ちに思いなせど、私自らの過ちと思いしみておりますけれども、しかし思いやりなかりし浅ましさも慰めがたくなん、あなた様のお振る舞いも思いやりが私に対して思いやりが細やかでございませんでした。その呆れ果てた思いも慰めがたく私には思われます。え、見ずと言え、ああ、だからこれはまあ女房に言っているわけです、夕霧に別に直接言っているわけでもないし、手紙に書いているわけでもない、自分の思いを自らの過ちに思いなせど、昨夜のことは自分自身の過ちだと自分では思っているけれども、しかしまたあの方の側の振る舞いとしても思いやりなかりし浅ましさも慰めがたくな、考えてみるとどうにも自分で慰めようがなく思われる、え、見ずと言え、こんな手紙は拝見いたしかねますと
そうお返事なさい。と、ことのほかにて、もってのほかという様子で、よりふさせたまいぬ。ものに寄りかかって、よりふさせっていうのは、よりふすっていうのは、まあ、前にも時々出てきますけれども、ふすというのとは違うわけで、ものに寄りかかって、状態をこう、ものに寄せかけて、そしてこう、腰を下ろしている。そして、まあ、言ってみれば、憤りを抑えている様子ですね。もってのほかという様子で、ものに寄りかかっていらっしゃる。そうは言うものの、猿は肉毛にもなく、そうは言うものの、届いたお手紙は、実は、肉毛な様子などは全くなくって、大層心深い思いを書いていらっしゃった。書いていらっしゃる。その思いのほどの歌ですね。夕霧からの、まあ言ってみれば、絹絹の歌。当然、エチケットとして、届くべき歌でもあるわけですけれども、魂を連れなき袖にとどめを着て、我が心から惑われるかな。本当の結ばれた後の絹絹の文というのとはやっぱりおのずから違いますね。実意がなかったわけですから、なんか物寂しい感じで男の思いを伝えてるわけです。魂を連れなき袖にとどめを着て、我があなたへのひたすらに思う、その我が魂を素っ気ない方の、素っ気ないあなたの着物の袖にとどめを置いて、私の一番大事な魂を私に対して素っ気ないあなたの衣の袖にとどめを置いて、で、我が心から惑われるかな。自分の心ながら魂が抜けているわけですから、魂を残してきたわけですから、心惑いせられることです。魂が不安定な、心惑いがしきりに起こってくることでございますよ。まあこういう時の歌としては、ね、こういう時の男の歌としては、いかにもそれらしくできているわけです。他なるものはとか、これは引き歌ありまして、古今集の大志高地の三つ音の歌、身を捨てて雪や死にけん、思うより他なるものは心なりけり、身を捨てて雪や死にけん、思うより他なるものは心なりけり。私の頃は身を捨ておいてよそへ行ってしまったのだろうか、思うより他なるものは心なりけり、自分の思い通りにならないものは心というものだな。
まあこんなふうに引き歌してあるわけですけれども、夕霧の歌が割合に、簡潔に響いてきているわけで、他なるものはとか、昔も類ありけりと思いたまえなすにもというふうに言って、ここへ引き歌を使ってあるわけですけれども、まあ引き歌があんまり引き歌として働いているとは言えない感じがしますけれどもね。他なるものはとか、古今集の大志公子の三つ音の歌じゃないけれども、思いのほかなるもの、思い通りにならないもの、いうふうなことは、昔も同じような思いをした人があったことだっけと、お思いなされるにつけても、さらに行く方知らずのみなん、ここでもまたもう一つ引き歌を弾いた言い方で言ってるわけです。古今集のやはり恋の詠み人知らずの歌ですが、我が恋は虚しき空に道ぬらし、思いやれども行く方もなし。我が恋は虚しき空に道ぬらし、思いやれども行く方もなし。我が恋っていうのは、恋は恋でも分かりきってるじゃないかと皆さんおっしゃるでしょうけど、よく分かっていらして結構なんですけれども、しかし我が恋はとこういうふうに歌で言った時にどう訳すればいいか、この私の今心をひたすらに焦がれている恋は、恋心はということなんですが、恋っていうのはそのもともと相手の魂をこちらへこう恋取ることだ、相手の心をこちらへ引き寄せようとする、お互いがそう思うと、まあそれは幸福な愛を思う恋になるわけです、こっちばかりがそう思ってて向こうは全然思ってくれなければ、それは片恋、不完全な恋で一層苦しい恋になるわけですが、とにかく恋ということはそういうことなんだというふうに折口信夫は言っている。上代特殊仮名遣いの香類お釣りのあれで言いますと、恋の恋心の恋と、それから物をこっちへこう恋取る、欲しいと思ってこう 恋とは、香類お釣りの使い分けしなきゃならない仮名遣いなんで、それは別なんだとこう戦後はもっぱら香類お釣りの使い方を金閣玉城のようにして言いますから説明するんですけれども、どうもそれは少しで僕は杓子定規に過ぎると思うんですね。しばしば香類お釣りのあれを超えて、共通の心を言ってる場合が例があります。この場合も恋っていうのは相手の魂をこう自分の方へ引きつけたいいうふうに思う心が恋だという説明、昼は咲き夜は愛ぬる眠の葉のいうふうな万葉集の歌の中にも言ってありますが、昼はピタッと閉じて、昼は咲き、昼はこう開いて、そして夜は愛ぬる眠の葉、それが恋のまた心なんですが、つまりピタッとこう閉じる、
お互いにこう引き合った心が、恋が完成した夜、完成する夜、恋の遂げられる夜にはピタッとこう一つになる。昼は咲き、夜は恋ぬる、眠の葉の。いうふうな言い方、いかにも実感的な言い方、感じさせるわけですけれども。まあ、古今集の、この歌なんかはそういうね、思いをこう考えると、わかりますけれども、我が恋は虚しき空に満ちぬらし、思いやれでも行く方もなし、遂げられない恋ですね、これは。会うことのできない、恋焦がれて、そしてその思いが叶って、合体することのできない恋ですが、その我が恋の心は、虚しい虚空に満ち満ちてしまったらしい。なんか空中に放散してしまったらしい。思いやれでも行く方もなし。この我が恋の思いは相手に届かそうとするけれども、もう行く方も思い当たらないではないかっていうふうな歌です。今朝ちょっと早く出てきて本屋さん行ったら、新しい短歌 の9月号かが出てたんで、買ってそばの喫茶室でちょっと読んでたんです。現代の女流の作家のある人が短歌を、こんな今の我々にもわからないふにゃふにゃした意味の伝わらない言葉で、なんかわけのわからないことを言ってて、神は天皇皇族から歌人の誰々誰々と何人か名前が挙げてありましたけれども、こんな独りよがりの表現なんか現代につまらないというふうなことを言ってるらしい。そのことをまた引用して、短歌を小説家が、女流小説作家がこんなふうに言ってる、我々、よほど考えなければならないと書いてあった。そんなことをいちいちなんか偉いことのように考える必要ないんです。しかし第二芸術論が再び起こりそうな感じであるとか書いてある。第二芸術論って僕なんか21歳22歳のこれから短歌に本格的に俺は戦争の負けた後の我が人生を一番大事な思いを打ち込んでいこうと思ってる時に第二芸術論が出たわけです。真剣に読みました。でも口火を切った、桑原武雄さんの評論には、桑原さんっていうのはもうちょっと学者でもあるんです。なぜこんな軽い状況論で短歌を、あるいは俳句を、無意味なものだというふうに批判するんだろうと思った。でも敗戦直後の世の中っていうのは結構軽薄な雰囲気がありましたから、そうだそうだ、短歌俳句は戦争に参加したとかいうふうなことになって、それが桑原さんの出世作になったんです。その後書かれたものを見ても、そう軽薄な論ばっかりではないのですけれども、割合にもっと真面目な文学に関する、日本文学に関する評論もあるんですけれども、第二芸術論というのは浮ついたものでした。しかしそれに触発せられて、いくつかの短歌批判の論が出たわけです。その中では僕は小野藤三郎さんの奴隷の隠律という論文には
ある共感を持ちました。そしてこれから自分がひたすら自分の表現を託そうと思う短歌の上に、自戒の言葉として、自らを戒める言葉として、心に刻んでおこうと思った題が強烈でしたけれどね。奴隷の隠立って、別に日本人にとって日本語が奴隷の言葉であるわけはないんですけれども、やっぱり無批判に調子に乗って言葉に乗ってしまった、あるいは大事な言葉を軽く使ってしまったという思いはあるわけで、その小野藤三郎氏の論が、重かったのは、重く響いたのは、自分も詩人として同じ日本語で表現しているじゃないか、俺も同罪の一人なんだ、決して短歌俳句だけが日本語を軽く使って表現して戦争に加担したのではないんだという反省の中で書かれているから、私はこの論はやはり心に刻んでおくべきだと思ったわけですけれども、そういう自分への厳しさをやっぱり持って、そして書いてあれば、僕はまだその金井さんの短歌批判を読んでませんから、原文を孫引きの感じで今それを引用した、でそれの上に乗っかった短い評論を読んだだけですけれども、もう実は現実を言いますと、短歌も俳句ももう死に瀕している、滅びかかっているんです。そういうのをなんか少し古代に、新聞なんかに、どの新聞にも短歌俳句欄があって、そして盛んにつまらない作品を大事そうに載っけてるっていうふうな、もし批判があったとしたら、これは実は全く実情をご存じない、もう今少なくとも短歌欄に、俳句はいくらか違うかもしれませんが、俳句人口の方がはるかに短歌人口よりも多いからですけれども、100歳100何歳90歳80何歳70歳大体この年齢の方が、私の新聞投稿短歌に、作品を送ってこられる 80% でありまして、その中から取れるのはそういう高年齢の作品なんです。それ以下の50代以下の人の作品はほとんど取れない。口語でも歌ってあったりする、口語が本当に文語を超える力を持った口語で歌ってあるならば、それは僕取りますけれども、そんな口語は全然お目にかからないわけです。ですからもう僕は規則延々とした作品を数少なく中から選んで欄を埋めてるわけです、もう3年のち5年のちどうなるかしらと思ってハラハラしながら花壇の欄を、読売と東京新聞と2つ僕は担当してますけれども選んでいるわけです。そんな事実上はおそらく今短歌俳句批判論を書かれる方ご存じないと思う、もうあと10年経ったら僕はほとんど滅びるだろうと思う、あるいはあるかもしれないけれども、短歌定型はあるかもしれないけれども、その短歌定型を満たす言葉はもう今までの短歌俳句の言葉とは変質した異質の言葉になっている。言葉が変わればそこに注ぎ込まれる思想も感情も
変わるわけなんです。日本人の思想感情自体が言葉とともに変わっていってるわけなんです。そういう問題としてやはり伝統文学を批判するならばなさるべきなのでありまして、なんかちょっと今の自分たちの50代ぐらいの小説家が自分たちの心になんか響いてこないというだけで、伝統文学のこの規則延々とした状態にいるものを批判なさるのは実はあまりにも今の日本人の内的な心の状態ってものをご存じないことなんだと言わざるを得ないのですけれども、まあ、源氏物語なんかでもそうですよね。源氏物語、今本当に原文で読んでくれる若者がどれだけあるか、大学の国文会行っても自分の力で読みこなそうとするふうな、僕らの学生の頃は戦争に行く前にとにかく夏休み全部潰して源氏物語読んでおこう、あるいは万葉集全部を4500集きちんと読み通して、そして軍隊入ろうと思う若者たちが少なくとも大学の国文科にはかなりたくさんいたものなんです。その僕たちでもやがて戦後になってドナルド・キンだとかサイデン・ステッカーとか、日本人よりもやがて日本文学をよく深く読み込んだあの人たちが戦争中、俺たちが必ず勝つに違いないんだから、そしたらアメリカの優秀な若者が日本を統治しなければならないんだからと言って特別のグループを作って、アメリカの政府が日本文学を研究させた、あるいは日本人の精神史を研究させた、そしてドナルド・キンさんなんかは自分で書いてますけれども、日本へ来る軍艦の中で源氏物語を原文で読んでた。僕ら灰野の底に岩波文庫の万葉集を、しかも上巻だけ、少しでも目につかないように、コンパクトにしておかなきゃならないから上巻だけ密かに秘めて、そして、上巻の目が届かないときに隠れて読んでた。あるいは近藤芳美は僕たちよりも10年年上の人ですけれども、大工は何でしたっけね、果てしなき沖に向かいて手旗を打つ万葉集を打ち山ぬかもという歌を作ってますけれども、あれは僕たち本当に実体験と重なっているわけです。果てしなき沖に向かいて手旗打つ、手旗信号で万葉集を打ってる、それは別に上官から命令せられたことではないはずです。密かにどうにも胸の思いが抑えがたくって、そして、人知れず沖に向かって手旗信号で万葉集を打ってる、そしてやるせない思いを沈めているわけですね。我々にとってそういう古典というものは、そして時代を貫いて年代を貫いて自分たちの心を伝えてくれる言葉というものは、本当の大事な言葉というものはそういうものなんです。それが敗戦後このわずかな歳月の間に非常に大きく変質してしまいました。もう文語はほとんど作る能力が若い方にはない、もう復活することはないでしょう。
文具がなくても工具があるじゃないかとおっしゃるけれども、工具の表現の能力と文具の表現の奥深い、そして心の胸の深々とした思いを伝える、あるいは激しい感情を伝える能力とは非常に開きがあります。具体的な簡単な事柄を報告したり伝えたりするのには口語は非常に手近で便利ですけれども、思いの深いところを表現しようと思うと、あの文豪の多様な長い長い歳月をかけて、僕たちの祖先が磨きに磨いてきた文語の方がはるかにあの深いことは確かで、これはどなたがあれでも少し本気になって文語と口語とを比べてご覧になれば、ことにその文語の中の小さい定型詞に凝縮させた短歌俳句の表現力と比べてご覧になればよくわかります。三文詩のような文章や、あるいは自由律の口語とはおのずからの論理やなんかをこう分かりやすく伝えるのには、あるいは説明するのには口語は便利ですけれども、思いのほどの細やかさ深さ微妙さを伝えるのは物語のこの文体にしても、あるいは和歌の文体にしても、文語の方がはるかに深いのです。読み込んでご覧になればね、皆さんはお分かりくださるわけだと思いますけれども、だから日本人全体が文語を専門家のように読みこなせたり、あるいは使いこなせたり、すべきだというふうなことを僕は言っているのではないの。ただやはり短歌とか俳句とかいうふうな短い定型詞で、文句が使いこなせるっていうのは、これは日本人の長いこの英知なんですね。形短い定型詞に、文語の表現を託したってことは、実は僕たちの祖先たちは非常にやっぱり大事なことを見事な形で結晶させていたんです。あれを失う、僕たちの時代に失うっていうのは、本当に僕は遠い僕たちの祖先、延々として生き続けてきた僕たちの祖先に対しても、それからこれからのうちに生まれてくる子孫に対しても、僕たちは申し訳ないと思うんです。死んで後の世界があるかどうか知らないけれども、死んで後の世界でどうせ僕もあと3年のうちか5年のうちか行きますから、そこでお前たちは一体何ということをしたのだ、お前たちの努力が戦後の100年足らずの短い時間の中で、我々の大事な言葉を、言語伝承を心に託して自分たちの心を伝承させる、その脈絡を断ってしまったじゃないかと言われたら答えようがないのです。そんなこと取り越し苦労だよと思いになって笑っていられる方は幸福だと思います。一つの民族の文化伝統ってものはそういう重さを持っているものなんだと、戦争のるつぼの時代から敗戦の時代を生きてきまして、つくづくとそう思うのです。いや、ちょっと一言をやっぱり申したくなるわけです。で、まあ、そんなふうにここで二つ引き歌が引かれていて、など意図をおおかめれど人は絵魔法にも見ず、そんなふうに大層この
たくさんの思いを言っている、いらっしゃるようだけれども、しかし、人はっていうのは、その、二宮の周りにいる女房たちですね。女房たちは、そこにいる女房たちは、誰も、真帆にも見ず、直接真帆っていうのは、まともに真正面から、一部始終をきっちり見ることができない。そのお手紙の全部をきっちりと見ることはできない。主の宮様がその目にも入れたくないというふうに振る舞っていらっしゃるわけですから、例の景色なる今朝の御文にも改めれど、例の景色なる今朝の御文っていうのは、こういう時の男女が愛を遂げた後に交わし合う普通の通常の状態の絹絹の文ですね。しかし現実にはこのお二人はまだ昨夜、そういう完全な愛を遂げられたわけではないわけですから、だから例の景色なる今朝の御文にも改めれど、こういう場合の通常の雰囲気の中の交わし合われる絹絹の文ということではないようだけれども、やはり思いはるけず、気をもんでいる女房たちがすっきりとした気分になることができない。思いはるくっていうのは、思いがすっきりする、これで十分思いが遂げられたと気分がすっきりする、それが思いはるくですが、思いはるけずなんで、それを否定した気分なんですね。すっきりとした気分にはなれない。こういうこと、雰囲気をよく知っている女房たちの気持ちです。人々は御恩景色も愛おしきを、周りの女房たちは宮のご気分がそばからお察ししていてもお気の毒な気持ちがするのを、嘆かわしを見立て祭りつつ痛々しいことだとお見申し上げして、でいかなる恩ことにかはあらん、何事につけてもありがとう哀れなる御恩心玉はほどへぬれど、かかる方に頼み聞こえては身を取りやしたまわんと思うも危うく、一体どういうことになってるんだろう。夕霧様は何事につけても常々ありがたくしみじみとしたお心持ちのご様子で、今まで時が過ぎてきたかけれど、かかる方に頼み聞こえては、今ことがこういう段階になってあの方をお頼み申し上げる、あの方を信頼して頼りに申し上げるいうことになっては、身を取りやしたまわんと思うも危うく、
見劣りはしたまおうっていうのは、その夕霧が、まあ、そんなふうにかねがねからこの宮に心を寄せて、そして何かにつけて心を配っているわけですね。それでこういう方面にかけて夕霧を頼みに申し上げて、夕霧を信頼して頼みになすってということになると、そのことにかけては見劣りやしたまわん、あの夕霧様という人は宮のお心のそういう、そのつまり、夫がすでに、ね、その葛城との間の結婚生活も決して幸福なことではなかったわけですけれども、大体前々から何度もこう出てきているように、目安のところが、この内親王である自分の娘を結婚させる意思っていうのがなかった。それなのに柏木との間で、まあ、結ばれて、しかしその柏木との間の結婚生活は決して、幸福な形ではなかったわけだけれど、その柏木が亡くなった後にこの夕霧が道場から心を深く惹かれるようになっていった。でどうも二人がこう、もう夢の具合なんかでは結ばれる寸前まで来ている。それを女房たちはまざまざと見たり感じたりしているわけです。でもこういう方面にかけてあの方をご信頼申し上げるというと、見劣りやしたまわん、宮様が夫としてお考えになるというと、あの夕霧という方は見劣りなさるのではないか知らん、そんなふうに思われるのも気がかりで、女房たちの心の中でそう思うわけです。どうもやっぱりちょっと頼りない、もう少し頼もしく思いが終わりになるならば、もう少し、あの夢のようなあんな中途半端なことで自分を抑えておかれるのならきっぱりと抑えておかれるべきだし、思いを遂げようとなさるならば源氏のように遂げておしまいになる。どうもあの方は源氏様のお子ではあるけれども、そしてなんか常識円満な方で終わりになるけれども、頼りないというふうな感じを女房たちはベテランですから感じているわけですね。そんなふうに信頼なさるということになると、宮様が見劣りなさるようになるのではないか、がっかりなさるようなお気持ちになられるのではないかなどと思うのも、なんか気がかりで心配でなど、睦魔獣三郎限りは宮のおそばに親しくお仕え申している限りの女房たちは、おながどち思い乱る、めいめいに心の中でそれぞれに思い乱れている。見やすんところも欠けて知りたまわず、そういう状態を見やすんところもふっつりとも
ご存知になっていない。ところが、まあ、場面は急転するわけです。ここで場面がちょっと変わるわけですが、人物も変わるわけですが、